はい、どうもタンタン札幌店です。今日はこちらですね、コアロハのウクレレご紹介したいと思います。こちらはね、去年かな、発売開始になったコアロハの中でも新しいモデルですね。ロイヤルピカケというシリーズ、それのソプラノパイナップルのロングネックですね。 KSN-03RP という名前でございます。パイナップル型、なかなかね、コアロハラインナップにはパイナップル型あるんですけれども、そんなに多く入ってきてないんですよね。なのでうちの札幌店の方でもコアロハのパイナップルは初めてかな、入ってくるの、そんな感じでございます。こういった感じ、ちょっとこの辺りのカーリーというか木がね、独特ですよね、この中心にある、はい、こんな感じ。そしてペグはギアペグ、ロトマチックタイプのギアペグがついております。でロイヤルピカケなんで、ヘッドもエボニーの付き板にアバロンのロゴが、はい、入れられております。そして音色はね、ほんとパッと弾いてもう分かる、こうコアロハらしい明るい音色ですよね。といった感じで、まあ、コンサートスケールあるので左手の、ね、弾き心地なんかはコンサートと同じ感じで考えてもらっていいかなと。でボディは一応ソプラノ、パイナップル型なんですけど、ソプラノサイズぐらいのイメージなんですけども、やっぱり普通のスタンダードシェイプに比べると音の、まあ、太いというか、そんな感じなので、ソプラノロングネックとはいえ、かなりこうソプラノのこう軽快な軽さっていうよりはコンサートに近い雰囲気の音色、随分こう太めでしっかりと、低域までなってくれる、そんな印象かなと思いますね、はい。パイナップル型自体がなかなか数は多くないですよね、今作ってるメーカですので、ある程度なんて言うんだろうな、かなりこうちゃんとしっかりとした作りのもの、例えばハワイ製のもの、日本製のものっていう風に考えると本当に少ないと思うんですよね。パイナップル型ってこう作ってはいてもなかなか日本に入ってなかったりとか、流通量がかなり少なかったりとかっていうところもあると思うので、なかなかこういったハワイアンコアで、ハワイメイドでパイナップル、珍しいんじゃないかなと思います。パイナップル型探してる方ね、どうしてもこう今、まあ、うちお店でね、店頭で見てもエントリークラスがやっぱりどうしても多くなるんですよね、どちらかというと。なのでそういったところからもう一歩、上に進んで、もうちょっといいもの欲しいなっていう方なんかには、この辺りの機種ね、かなりおすすめな一本なんじゃないかなと思います、はい。ということでこちらコアロハのロイヤルピカケシリーズですね、KSN-03RP というモデル、ソプラノパイナップルのロングネックモデル、コンサートスケールモデルでございます。こんな感じ、はい。
ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。